偉大なるスララモン。キャラクター紹介、日の出涼介。高校進学とともに分家から日の出家の本家に不思議な力の修行にやってきた。ぼんやりのんびりな性格が災いして、はとこの炭治郎に振り回されまくり、挙句の果てには友のもの扱いされて完全なる主従の関係に。せっかく入った高校も炭治郎と揃いの赤い学ランのせいで同級生から変人扱い。日の出家のライバル夏目と炭治郎の争いに巻き込まれ、夏目が力を放つ時に発せられる謎の音に悩まされる毎日。ヘナチョコくんでいつもいつも大変な目にしか合わない。しかし日の出家の人々や風習、慣れない高校生活や修行に毎日戸惑いながらも、少しずつ力を身につけ成長していく。が、炭治郎の失恋をきっかけにとんでもない騒動へ巻き込まれ、